カナダに留学中の高校2年生女子です。カナダに来て3ヶ月経ったのですが、自分の英語力の向上を実感できず、毎日言葉に詰まっては自分を責めることの繰り返しです。皆さんは勉強で行き詰まってしまった時や自己肯定感を上げたい時はどうしていますか？これ山ちゃんはどうですか？経験がありますよね。ああ、よそいこと留学してたからね、うん、思ったより喋れないなってなる時結構あんのよ、うん、1年ぐらい留学してたんだけど、うん、8ヶ月目ぐらいまではずっと喋れなかったから、うん、最後の最後で喋れる、一気になって喋れるなって感じ、気持ちはとてもよくあるけど、ブレイクスルー効果ってやつか。そうそうそう、さ、行き詰まるとかさ、スランプみたいなってあるじゃん、うんうん、そういう時ってさ、より高いレベルのものが見えてるからさ、そういうのが起きると思うのよ。と思うとポジティブじゃない、ちょっとそう思うようにしてるかも。なるほどね、いいね。私はね、いい時基準で考えるっていうのをすごいやってるんですよ、いつも。なんか YouTube とかもなんだけど、例えばじゃあテストの点数とかガンっていく時もあるし、かといえばこう落ちる時もあるじゃない、こう波があるじゃない、このいい時、いい時が俺の実力だって思う。俺の中にはこの点数とかこの結果を出せる能力が確実に備わっている、これだけは確かなことだというふうに考えて、だからその絶対再現できるはずだと、そう思ってると、こうだんだんこの波が、結果このちょっとずつ斜めに上に右肩上がりになっていく気がする。なるほど。この下の時は絶不調だっただけで、うん、俺には一番良かった時を出せる実力が確実にある、それだけは間違いないと。なるほどね。言い聞かせる。タスキはくるくる回ってるけど、なかなかいいことですよ。タスキもだから俺には回せる実力はあるっていうのはだから信じてるよね。間違いないから、回ってること自体は誰もそれは否定できないからね。自己肯定感があるね、確かに。そうそうそう、いい時が俺の実力。モチベーションはもう下がってきちゃってるのかな。モチベーションが揺らぎ始めてるから自己肯定感が下がってきて、うん、ってことなのかな、ね、どっちが先なんだろうね。モチベーションが下がっちゃってるなら、うん、自分のお尻を叩いて無理してやらなくていいと思うんですね。やる気がないのであれば、そもそもやらんでもいいんだよ。そう、しかもそのやる気がなくても別にいいと思う。英語に1ミリも興味のない人間だって言いますか。まあ一度留学しようって決めた自分がいるから、その理由をもう一回思い出すかな。またモチベーションが上がってきたらそれでよしだし、上がらなかったらもうそれが今の自分なんだからいいじゃんみたいな、うん、まあ上がらないんだよなみたいなって思うけどね。ケビン結構モチベーションで考えること多いよね、うん、なんかそうだね、モチベーションベースで結構さ、うん、なんか判断してる気がするわ。今やってる行動がフィットしてるかどうかみたいなところはすごく気にする、うん、かな、性格的に。それと比較して良くないから自己肯定感が低くなっちゃうみたいな、確かにあるよね。理想の自分みたいなのと比べちゃうから自分が良くないって思っちゃうみたいな、うん、はい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 。だから結局その理想の自分なんかいないんだと、うん、別にそのやる気がないなら普通にやる気がないですってなれば落差が生まれないかもしれないよね。そうそうそう、ね、そもそも、うん、この考え方はありますから。そうだね、自由に選択していただいて、まあね、そうだね、うん、いろいろ流派はありますし、正解はないから、正解はない、間違いもないし、うん、まあ、思い込みみたいなもんですからね、こういうのってね、うん